群馬県道78号、大田大間間線は、群馬県大田市から、緑市に至る県道である。大田市西本町の大田合同庁舎、東交差点から、緑市旧大間,間町の大間間7丁目交差点を結ぶ路線である。本路線は、大田市町山下町の大田警察署北交差点で、県道と新道にそれぞれ分岐する。 大田合同庁舎東交差点正面方向が県道78号原道である。大田警察署北交差点付近あたり交差点と大まま方面を望む。交差点は方向が県道78号原道、323号が78号原道、が323号が78号振動である。石橋十字路交差点付近あたり交差点と大まま方面を望む。 交差点は写真奥、手前方向が78号現道、写真左、右方向が39号である。新田小金井町北交差点付近あたり交差点と大間ま方面を望む。交差点は写真手前方向が78号振動、写真左方向が39号332号、写真奥方向が332号、写真右方向が39号である。 矢部塚交差点より、大間ま方面を望む大間ま7丁目交差点、Y 字路の交差点であり、写真左奥方向が県道78号、写真手前右奥方向が県道69号である。県道は、大田市、起点から緑市、浅見下丸交差点あたりにかけて、東部気流線と並行しながら走る。新道は、大田警察署北交差点。 群馬県道323号、鳥山竜舞線交点から北西に進み、大田市新殿小金井町の新殿小金井町北交差点付近までを結び、大田市街内側からはそのまま、群馬県道332号、桐流新殿木崎線へ乗り入れる形となっている。現道の起点、大田警察署北交差点の区間と振動は4、車線のバイパスである。 県道の太田警察署北交差点、鳥山交差点の区間は、センターラインのない1.5車線、鳥山交差点終点は2車線の車幅が確保、されている。新道以前の起点は、西本町西交差点であり、西本町西交差点、八田町交差点、大島、交差点、鳥山交差点までの経路が県道78号に指定されていた。なお鳥山交差点は、 群馬県道323号、鳥山竜舞線の起点である。昭和34年の路線認定当初は、大田市大和大島矢土城30番の位置となっており、かつての起点であった。昭和34年群馬県国時代324号に基づく表記。2005年に周辺の大田市、小島町、新田町と合併により、現在は大田市。 AB 道バイパスは、2013年3月に、大田市、新田小金井町北交差点から450メートルほど北に、進んだ地点までが開通しており、ここから山の上交差点までの延伸、拡幅事業が2013年度から2016年度に、かけて行われている。なお新田小金井町北山の上交差点の区間は、現在、群馬県道332号。 桐生神殿木崎線に指定されている。東剣道はこのまま、群馬県道39号、足利瀬崎線と、重複して玄道へと向かうが、緑石大間地区、大田市への往来の面では自然ではなく、群馬県道332号、桐生神殿木崎線を使い矢部塚交差点にて、玄道と合流する方が、距離も短く自然であるため、ドライバー目線では、 実質群は県道332号、気流神殿木崎線が、振道の延長線と捉えられている。ありがとうございます。